こんにちは、シュです。今回ですね、チャレンジダンジョン10にノクティス使ってやっていきたいなと思います。じゃあ挑戦します。これね、最初の昨夜がどれぐらい火力出していいんだろう、まだわかんないんですよね。とりあえず闇消すとか一回全力でやってみよう。いや、回復残そうか。これぐらいで3コンボ、もう一回3コンボやればいいんじゃないかな。これで1、2、3、 OKOKOK。 いや、いい、めちゃめちゃいい。で、ここで全力でいきましょう。いや、若干スキルためよう。ここで行くか。ここで行っちゃおうか。オッケーじゃないかな。オッケー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 。で、次芝なんだけど、これ抜けるかな、この個数で。一応4つ消しは組めるんだけど、セシルワン、いや、行こうか。ここで行きます。盤面は非常にいいな。めっちゃいい盤面。頼む、これで倒せないかな。落ち込ん、まあまあ落ち込んは来なくて妥当。 OKOKOK、 いいですね。で、ここバインド来ちゃうんだけど、一応この子にね、クイックキュア継承させたんだけど、この子がバインドされたら意味ないもんね。うん、まあなんで、まあされたらされたで、されなかったらラッキーぐらいで。しょうがない。で、ここをどうしようかな。とりあえず色を呼び寄せよう。ここは3つ消してもいいもんね。オッケーオッケーオッケー、耐えてるよ。ちょっと回復全力だな。これね、セシルのあれが効いてるね。なんだっけ、闇軽減。セシルの闇軽減なかったら多分ここでやられてるんだよ。で、ここで意味ないけど、クイックケア使って、一回回復に専念しよう。今回だと回復に倍率かかってるんで、さっきよりは割と簡単に回復できる。いや、セシルいいね。あんまりこの、闇軽減を意識してこなかったんだけど。いや、いいダメージ。で、ここで抜きましょう。完璧。で、次が天狗ちゃんか。天狗どうだろう、いけるかな、この個数で。一応奥に打ってノクティスも使っちゃおう。で、ここでしっかり組んでいきましょう。待ちに、いや、なんないか。どうしよう。1、2、3、4、5で、ノクティスのあれで、6コンボ。オッケーオッケー。で、ここなんだけど、ギガグライオンいるといいって言われたんですよね。なんで、これ打って、ハーデス1位の、もうこれでいいんじゃないかな。オッケーオッケーオッケー。いや、でもコンボ数悪いかもしれないな。これあんまり、いい。これノクティス使って、闇ドロップは、あ、増えんのか。まあ、増えないって言おうと思ったんだけど。これで1コンボ加算されてるんで、割といけるんじゃないでしょうか。
うん、いいんじゃない？ 1,2,3,4,5 で6。お、本当に6来た。いや、いいね、ノクティス強いね、普通に。チャレンジも一発でいけた。オッケー。やっぱ HP に倍率かかってんの本当にいいね。で、あと、セシルのあの闇経験が、ゼローグのとこですごい効いたな。はい、ということで、じゃあ今回はこれで終わります。バイバーイ。